ヒゼンダニは、ダニ目無モンアモク、ヒゼンダニ科に属するダニである。生理的変種が多く、それぞれの種が人を含む、特定の宿主動物の表皮内に潜り込み、海鮮などの皮膚感染症を感染させることで知られる。体長0.2から0.4ミ、mm、リメートルで、メスの方が大きい。横に平べったい卵型で、体色は半透明の褐色。表皮に細かい横じわがある。 第一、二、四脚の先端に吸盤があり、宿主の皮膚を先行するのに適した、ハサミ角を持つ。卵、幼虫、第一若虫、第二若虫を経て、成虫となる。卵は産卵後3から4日で孵化し、次に産卵するまでの1世代の長さは10から14日程度である。幼虫や若虫は、皮膚の上や、毛包の中で過ごし、成虫になると交尾し、 メスは皮膚内に侵入して宿主の皮膚やリンパを食べながらトンネルを掘り道中で産卵を続ける。メスの寿命は2ヶ月程度で死ぬまでに約50個の卵を産卵する。全世界に分布し自然界や住居、人を含む多くの動物の皮膚科や毛包に生息している。ヒゼンダニ類は宿主特異性が高く、例えば人には、ヒトヒゼンダニ、犬には、 犬先行皮前ダニが寄生する。ただし、他の動物種との接触によって、他種の皮前ダニ類に感染する場合もある。主にメスの皮前ダニがトンネルを掘る際に宿主に、海鮮を感染させる。トンネルが掘られた表皮はわずかに盛り上がり、脳法や洗浄心ができて、激しいかみに襲われる。重篤化すると、免疫不全や全身衰弱を起こす。 動物が感染した場合、患部を掻きむしることで脱毛し、黄色ブドウ球菌などの深刻な二次感染が起きる場合があり、死因ともなる。ありがとうございます。